ヤマショウビンは、仏方総目カワセミ科に分類される鳥。鮮やかな大色のカワセミの仲間で、日本では数の少ない旅鳥として、渡りの時に記録される。中国東部や朝鮮半島で繁殖し、冬季は、東南アジアへの渡りを行い越冬する。また、インドの沿岸部やスリランカには一年中生息している。日本では主に、長崎県津島、島根県沖。 石川県ヘグラ島など日本海側の当初に少数の個体が春と秋に食べ取りとしてトライする。南西諸島でもよく観察されている。その他全国的に観察記録はある。観察されるのは4月から5月にかけての春の渡りの時が圧倒的に多く、秋の渡りの時に観察されることは稀である。日本で映像、散乱した記録も 数例あるが、それらはすべてヒナが生まれる前で失敗に終わっており、まだ日本で繁殖が成功した記録はない。体長は30センチメートルほどで、トより少し小さい。くちばしと足は赤く、目は黒い。英明通り頭が帽子をかぶったように黒く、首と胸は白い。腹は薄い気褐色、翼の芯は黒く、翼の縁と背中は美しい紺色。 体の配色は青少瓶とよく似ているが、体が少し大きく、頭部が黒く、首が背中側まで白いところなどで区別する。普通は森林に生息するが、獲物を捕らえるときは河川や農耕地、海岸などに姿を見せる。日本では川や湖障の岸で観察されることが多い。繁殖地ではつがいで生活する。植生は動物食でカニ、カエル。 トカゲ、ムカデなど様々な小動物を捕食する。繁殖形態は卵生。崖に巣穴を掘り映像するが、シロアリのアリ塚に巣穴を掘ったり、軌道を利用した例もある。産卵期は5から6月、産卵数は4から6個である。ありがとうございます。